今やってる生徒会の企画アンケート面白いよね。ああ、異世界転生するならどんな世界で何したいってやつね。いぶきさんたち何するつもりなんだろう。さあ、あいつらまともそうに見えて時々わけのわからないこと始めるからな。そういうところも面白くていいよね。真面目すぎるよりは親しみやすいし。そうね。で、みんなはなんて答えたの？ちなみに私は考え中なんだけど。私もまだ書いてないよ。私は魔法が使える世界で空飛びたいって書いて出したよ。私ももう出した。あれ、忍も？ちょっと意外だな。まあ今回は考えるの楽だったしな。前々から思ってたんだよ。普段よくやる FPS ゲームの世界に入って実戦をしてみたいって。それってあの銃で撃ち合うのってこと？楽しそうだろ。まあ好きな人はいそうだけど、私はもうちょっと平和で可愛い世界がいいかな。そう言われるとは思ってたけどさ。まあいいや。じゃあ京子とエソラは異世界でしたいこととかないの？したいことって言われても、まず何ができるかにもよらない？そこはスキルの力でなんとかなるだろう。転生したら何かのスキルをもらうっていうのは定番よね。ああ、そっか。言われてみればそこも自由に決められるのか。でもそうなると今度は一つに絞るのが難しいな。マジになりすぎだろ。もっと軽いノリで決めたら？いや、私のアンケートが選ばれるかもしれないし、どうせ考えるなら納得できるものにしたいじゃん。教訓らしいね。だからみんなならどんなスキルが欲しいか参考にするから教えてくれないかな。何時間でも集中切らさず動けるとかいいよな。てか今欲しい。そうね、すごく物知りになるとかどうかしら。どっちも便利そうだね。だったらどんな言葉でもわかるとかもいいな。動物相手でも苦労しなくて済みそうだし。私は何がいいかな。トレーニングがはかどりそうなのがいいな。え？トレーニングしなくてもスキルで強くなればいいんじゃないの？それじゃつまんないよ。共に成長していく腹筋ちゃんが味わえないし、日々の積み重ねは超えられないと思うからね。うわぁ、ユカって本当にストイックだよね。最後に頼りになるのは己の肉体だからね。